そして共通だったり別々だったりする友達ができて、だんだんと私たちはごく普通の兄弟になってしまう。私は本当に寂しかった。だからよ、そっちの方が大事だとはあの時の私にはどうしても思えなかった。バカみたいだけど、私には一つの夢みたいなものがあったの。世界に二人だけになれたらいいなって。そう、無理よね、そんなこと。けれど、いつも空想してた。そう、あるいは似ているのかもね。私があなただけを見つめられる世界。私はお菓子のコーナーにいたんだけど、結局小豆も買うことにしたよ。あ、ほら、やっぱしあった方がいろいろと嬉しいかなと思って。そんなことないよ。お餅でおしるこでしょ。おまんじゅうの皮でおまんじゅう、どら焼きの皮でどら焼き。お菓子なんか食べたらお料理がまずくなるじゃない。ご飯食べた後に食べるとか。せっかく作るんだからお腹いっぱいになるまで食べないと。おしるこはまあいいか。スナックは一つにして残りは戻しなさいよ。さっきリストを削ったのに、それじゃ意味ないじゃない。どれを残そうかな。さっき
得点つくとか言ってたけど、それっておまけとか？うん。やっぱり味とかも違うの？値段とか。値段はむしろ高いけど、味はいいような気がする。その手のお店って安売りのチラシとかも配ってなさそうだもんね。さすがに安売りをチェックしてまで買い物はしないけど。そんな主婦チックなことするエマちゃん想像つかないや。いらっしゃい、毎度。どうも。今日は。ちょっと思いついたんだけど、サンデー用に変なの買わない？ん？変なのって？変なアイテム。グリグリメガネとかちょんまげとか。にしても今日は珍しいね。え？いや、お友達？ああ、はい。ちょっとみんなでパーティーみたいなことしようと思って。そっかそっか。いいね、お兄さん、モテモテで。いつも腕なんか組んで歩いているのに、他にもギャルがいるんじゃ。今の本当？腕組んで歩いているって。二人カズハ、どうかしたの？それって変じゃない？おかしいよ。非常だと思う。そうかな。だって私たち仲がいいから、自分で言うのも変だけど。それは知ってるけど、仲が良かったとしても、だって二人は兄弟なんだし。腕組むくらいのことが？世間には一緒にお風呂に入る人たちだっているみたいよ。いい年して。そんなのありえない。私たちもお風呂は一緒に入らないけど。でもカズハ、何を怒ってるの？怒ってなんか。わからないな。
ってくる。あ、ちょっと待って。どうもカズハ、潔癖みたいね。さすがにそれはないと思うけど。ジーロー、待ってた方がいいかな。料理、私一人でやっちゃっていいのかどうか。お鍋、せっかくたくさんいるんだし。せっかくだと思ったんだよね。じゃあお邪魔します。お邪魔します。支度始めましょうか。千尋も作るの？当たり前。サンデーは入れちゃダメだからね。毛が抜けるから。うん。あたしも見学しよっと。狭いな。何よ。今護衛に着きました。お疲れです。何を作るつもりなんですか？はい。私のうちもたまにしかやらないですね。電車ですよね。事故とかで遅れることもありますからね。ダメですよ、そんなの。賑やかですね。でも楽しそうですよね。
サンデー、今空中で一回転しましたよ。もうちょっとかかるみたいですね。あ、その、ごめんなさい。寝顔を見るつもりはなかったんですけど、つい…麻生さん、もう来てますよ。いつもより早いそうですけど、今日はどうしても受けたかった授業だけにしたそうです。赤い顔してどうしたの？いいえ、何でも。こんな格好しても可愛いにゃん、サンデーは。うん、可愛いよね。私も似合ってると思います。もう？それもそうか。ま、一発芸は一発だからいいんだよね。芸だったの？